最低筆下ろしって何ですか習字<止>だろだろお前 <laughs> ファッション真面目がよさあ何でしょうお前筆みたいな頭して何言っとんだ <laughs> 知ってんだろ筆下ろしぐらいあんな野口なとか井田の周りにいたら <laughs> 嫌顔でも耳に入ってくるんだろうが。と、まあね。こんな感じで、あの場所がなきゃ。なんか、すごいいいこと言ってる感じなんだろうけど、うちずっと汚かったな。<laughs> この人たちに会わなきゃ、私、きっとふらふらしてたと思うんで、合格発表の日、なんだかんだでみんな来てくれて、おいあるかあるに決まってますあれだけ勉強したんですよ。あ、なんか黒木がこうやって言ってくれるの、すごい心強いね。こと勉強においては右に出るものなしだもんな。 めちゃくちゃマンモスコーじゃねえか <laughs>。そんな受験生おるんか倍率何倍だよ。覚ええてねえけどお前何しに来たんだよ <laughs>。ただ胴上げしに来たんか本人どこ行ったんだよ。本人入れねえよ、こんなところに <laughs>。まあドキドキして吐きそうなんだから。さすがに混み合いますね。あ、千番台からなのかな受験番号は。ってことはそんなにか。あったあったあった。あ、のぶちなちゃんが走ってきた。お前かい <laughs>。 朝らの流れじゃん。偵察役が戻ってきたぞ。何の偵察 <laughs> どこに偵察行ってたどれだ小さくて見えねえぞ。なんか持ってる。小祖の髪持ってます。あ、野口ちが見に行ったんだ。<laughs> 番号で言えよ。小祖つってたろ、お前 <laughs> は。はい、その髪も持ってます。どういうこと何 <laughs> ドキドキ感を極限まで高めようとしてんの、野口名は。お祭り女だな。不安になってきた。見えました。1300番台。黒木、お前背でかいんだって。どけどけお前がチビなんだよ。<laughs> 謎の草がよ <laughs>。どうせ最終進化で綺麗派になろうが、ラフレシアになろうが、身長低いままだろうが、どうせならアローラ地方のナシーぐらい身長でかくなれよあ。あそら。あうん。ああ、なんか若い <laughs>。 なんか若すぎる <laughs>。きっとこれ1年前だろうけど、なんかめちゃくちゃ今とは雰囲気が全然違うね。おろしたアスハラ超可愛いんだけど。番号 <laughs> なんかすいません。大丈夫っすよ会ってもなくても。メンタルだいぶやられてますね、この時。<laughs> でも黒木が言うぐらいめちゃくちゃ勉強したんだから、きっと大丈夫だよ。ただ、うるっちゃって。<laughs> 歩き方忘れちゃったのかなって。こんな弱々しい姿を見せるのは、このグループの中だとここが初かもしれないね。今まで元気なアスハラばっか見てたけど、この時のアスハラから今のアスハラにまで、 でなったっっったたてていいう経緯も知りたいね立ってどっちだよ <laughs> なんならなんなのかわかっててよ <laughs> <え>。絵だよな <laughs>。立ってしか言ってねえもんな。こっち立ってるわ、言って。歩き方忘れてるだけだわ、って。あったって。あった。よかった。まあ、それあっさら今学園にいるもんな <laughs>。ちょっと今の状況を知っちゃってるから、過去エピソードを見ても、どっちなんだろうって気持ちになんないけど、やっぱこのばかりの瞬間だけを考えると、感動する場面だよね、ここは <laughs> なん<だ>。あっさらあったんだ、あった。<laughs> <laughs> なかったって思い続けてんだろ、お前。さては、ずっと。行ってもいいんだ。みんなんとこ。私、行ってもいいんだ。ああ、サラがなんか、ついに報われた感じがしていいね。ちょっと壁を作っていたのかなもしかしたら、サラは。つうわけで、結果的に私、一年後輩っていうか、要はスロースターターなんで。あ、じゃあ本当にダメなんだ <laughs> マジでわかんねえ <laughs>。本当と嘘を混ぜられると何が本当なのかわかんなくなっちゃうね。でも後輩ポジのためって熱いななんか謎の背徳感が湧くというか。朝も遅いからな。いやー道パイに怒られてばっかだなさすがに怒りますよ。回数積みすぎですよ。確かに1日のスロースターターっていうのは学園生活じゃ使い物になんねえからな <laughs>。カレー、2杯目もいけそうですよ。何浜辺で全部作ってんの家から持ってきたとかじゃなくて <laughs>。 もしかして、タコとエビって現地調節する <laughs> よーし急げイカもエビも食ってねえぞ、俺はタコだな、タコ。<laughs> イカはまだ入れてねえな。ゾロゾロと鍋の周りに集まり始める。日って不思議ねもう、野良ママの人柄とか、生前の思い出とかも相まって、こういう形でメンチを迎えようっていう感じで考えてんだろうね。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら、高評価、コメント、チャンネル登録、お願いいたします。それではまた次回の動画で。 Bye-bye!